開会の前に相互に挨拶を行わします。起立願います。相互に礼。おはようございます。着席願います。令和4年第2回富士川町議会定例会2日目の本会議に、議員各員には大変お忙しいところご出席をいただき誠にありがとうございます。ただいまの出席議員は13名であります。定数数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。日程第1、諸般の報告。この際議案の審議に先立ちまして、諸般の報告を行います。議長から報告します。本日の議事日程はお手元に配布した通りです。本日は一般質問の日程になっております。一般質問の通告者及び当局者は質問並びに答弁の用紙を分かりやすく簡潔にお願いします。日程第2、一般質問。質問の通告者は9名であります。これから通告順に一般質問を行います。それでは通告1番11番鮫田陽平君の一般質問を行います。11番鮫田陽平君。改めましておはようございます。改選後初めての定例会となり、通告順ということで1番に質問させていただきます。今回の選挙はこれまでにない激戦となり、当選させていただきこれまで以上に身の引き締まる思いであり、選挙中終始訴えてきた夢や希望の持てる町、安心安全に暮らせる町、また既存の施設を有効に活用し交流人口の増加に力を入れ、全力で任期を務める覚悟であります。当選後に富士川町の未来を語ろう活性化プロジェクトを立ち上げ、参加者とともに活動しているところであります。当面は既存の施設をどのように有効活用すれば多くの方に利用していただけるかを中心に、みんなでアイデアを出し合い富士川町の未来のために活動していきます。今後の議員活動でも多くの町民の声を聞き、夢を形にしていけるよう提案していきたいと思いますので、町長はじめ執行部各位には前向きな答弁をお願いいたします。それでは通告に従いまして一般質問を始めます。今回は大きく4点について質問していきます。簡潔に分かりやすい答弁をお願いいたします。それでは質問事項1、大柳川渓流公園キャンプ場について質問させていただきます。1、大柳川渓流公園のキャンプ場について令和3年12月議会で管理が曖昧になっているので指定管理や外部の運営業者に委託する考えを伺いました。その時の答弁では予約不要の無料施設であり管理人もいないため自由にいつでも利用できる状況であるため、施設の管理運営を適切に行うことは必要であり、施設の有効活用、適切な維持管理が行えるよう指定管理による管理運営ができるか検討すると答弁がありました。その後の検討状況についてお伺いいたします。
土木整備課長、川原圭一君。ただいまのご質問にお答えいたします。大柳川渓流公園の指定管理のこれまでの検討状況につきましては、町の指定管理に関する条例や規則、諸法令の確認、また指定管理者制度を導入するにあたり、新たな条例や規則の制定が必要かなどの検討を行ったところであります。こうした経過を踏まえ、今後は管理運営に必要となる利用料などを明記した条例改正などを行った後に、指定管理者の公募を行ってまいりたいと考えております。鮫田洋平君。それでは次の括弧2の質問に移ります。括弧2、先月28日の土曜日にも活性化プロジェクトの参加者と町内巡りを行い、このキャンプ場も見学してきました。その時も大変混雑しておりました。また5月の末ということもあり、雑草が生い茂り、景観は良いとは言えない状態でした。ゆるキャンの影響もあり、週末やゴールデンウィーク時には大変混雑しており、車の中でスペースが空くのを待っている人や、数日前から場所取りでブルーシートを敷いているグループも見受けられるそうです。先ほども話しましたが、雑草も含め利用者に大変ご迷惑をかけているのが現状です。そこで指定管理による管理運営を早急に行う必要があると思いますが、当局の考えを伺います。土木整備課長、川原圭一君。ただいまのご質問にお答えいたします。大柳川渓流公園は近年のキャンプブームにより、県内外から多くの方々に利用されており、週末やゴールデンウィークの混雑状況や一部の利用者による迷惑行為があることは把握しております。町ではこのような状況を解消するため、大柳川渓流公園の指定管理者による管理運営を予定しており、今後のスケジュールといたしましては、本年9月定例会で条例などの改正を上呈した後、選定委員会の設置、ホームページや広報誌による応募要領等の周知、候補者の選定などの、諸手続きを行い、明年3月定例会において指定管理者を決定し、4月から指定管理者による管理運営を行えるよう目指してまいりたいと考えております。以上です。鮫田洋平君。指定管理導入に向けての今後のスケジュールなど詳細な答弁をいただき、大柳川がこれから担っていくことを確信いたしました。再質問です。管理運営を外部にお願いするまで、まだ少し時間がかかると思います。それまでの管理、草刈りやトイレ掃除など定期的に行っていただきたいと思いますが、担当課で行っていただけますか。確認です。土木整備課長、川原圭一君。ただいまのご質問にお答えいたします。指定管理者が決定するまでの間、この大柳川渓流公園につきましては町の施設ということですので、今まで通り維持管理の方は適切に行ってまいりたいと考えております。以上です。
冷めた陽平君。お願いいたします。ゆるキャンやソロキャンプのブームの影響もあり、多くの方に大柳川に足を運んでいただいております。利用者に気持ちよく利用していただくためにも、しっかりとした管理運営を願っています。また指定管理導入に向けても計画通りに進めていただきたいと思います。それでは質問事項に、公園の整備等についての質問に移ります。括弧1、子育て世代の親御さん何名かに富士川町の子育て支援について聞き取りを行いました。ほとんどの方がいろいろなサポートも充実しており、子育てしやすい町と言っておりました。しかし幼児や小学校低学年のいる親御さんからは、安心安全に遊ばせることができるよう中心市街地への公園設置の要望の声が多かったです。そこで庁舎周辺はいつでも多くの人がいて、多くの地域の目があり、防犯上も安心と考えます。庁舎東別館、東別館分館は新庁舎完成後解体予定となっております。解体後の敷地に親子や小学生が利用できる公園の設置について提案いたしますが、当局の考えを伺います。関西課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。東別館分館につきましては、新庁舎整備計画において町内5カ所に分散している出先機関を本庁に集約することから、令和6年度に解体予定としております。その後の跡地利用については、利用者が増加する新庁舎の駐車場として整備をすることとしております。冷めた陽平君。令和6年度に解体し駐車場として整備するということですが、まだ2年ありますので再質問させていただきます。再質問です。町長は所信表明の中で県内トップクラスの子育て支援を掲げました。新庁舎は町のシンボルとして、今後利用者も多くなると思います。誰でも来やすく親しまれ、にぎわいのある場所になることが望ましいと思います。最近では全国的に公共施設整備を行う際、周辺を一体的に整備している事例が多く見受けられます。子育て支援の観点からもハード面の整備をし、さらに子育てしやすい町として PR できると思いますが、公園整備も含め庁舎周辺の一体的な整備として計画も視野に入れ考えられないか伺います。関西課長、渡辺正明君。ただいまのご質問にお答えいたします。現在の新庁舎整備計画では、庁舎周辺に、緑地帯を設け、遊歩道やベンチを設置することで、来庁舎が気持ちよく利用できるよう計画しております。こうしたことから、庁舎整備計画の中では、公園を整備することは考えておりません。以
鮫田陽平君。庁舎周辺の庁舎周辺の整備計画は理解いたしました。多くの町民が気持ちよく利用ができるよう計画を進めていただきたいと思います。再質問です。今後他の公共施設整備がある場合は、公園だけでなく施設と連携させ一体的なエリアとして整備できれば、にぎわいがある街づくりができると思いますが、町長の考えを伺います。管財課長渡辺正明君。鮫田議員の、公共施設の整備計画がある場合というご質問にお答えさせていただきます。公共施設の整備計画である、計画がある場合には町のにぎわいや子育てしやすいなど、すべての方々が利用しやすい施設として検討してまいりたいと考えております。以上です。鮫田陽平君。ぜひそのようにお願いいたします。既存の施設を有効活用したり、エリアごとに集約した整備が可能となれば、さらに生活もしやすくなり、町長の座右の銘でもある孔子の言葉のように、町民は喜び、他の地域からも多くの来庁者が見込まれると思います。また最近ですと、埼玉県の深谷市に商業施設と連携した深谷テラスパークがオープンし、公園や農産物の直売所、体験コーナーなど充実しており、連日大変にぎわっていて、子どもから大人まで一日楽しめる施設となっているそうです。全国には成功事例が多くあり、こういった無料や低料金で遊べるスポットが人気があるそうです。今後の参考にしていただければと思います。それでは次の括弧2の質問に移ります。括弧2、子育て世代の親御さんから公園設置の要望が多々ありますが、町内には各地区にいくつかの公園があります。どこにどんな公園があるか知らない町民が多いのが現状です。ここの公園はこんな遊具があるよとか、広い芝生のスペースがあるよ、また何歳くらいの子が対象だよ、親子で一日遊べるよなど、各公園を紹介した仮称ですが、すくすく悠々公園マップを作成する考えがあるか伺います。議長、都市整備課長。都市整備課長山形健一郎君。ただいまのご質問にお答えします。町内には利根川公園をはじめとする地区公園や農村公園などが38箇所あります。特に子育て世代向けには母子健康手帳アプリ富士スクアプリがございます。今後このアプリの活用と合わせて、子育て世代の方々が利用できる公園のマップの作成について検討してまいりたいと考えております。以上です。議長。鮫田陽平君。富士スクアプリに子育て支援施設の富士スクアプリに子育て支援施設の検索で各公園が紹介されていることは承知しております。アプリ内の紹介は一覧であり、詳細情報は載っていないのが現状です。またアプリの利用者は限られてくると思いますので、アプリの普及にも力を入れていただき、
多くの町民が利用できる公園マップの作成をしていただきたいと思います。再質問です。作成を検討していただけるマップに1、2ヶ月に一度どこかの公園にゆずにゃん現るのようなイベントも子どもたちには大変喜ばれると思います。町民の LINE 登録者が増加していることは聞いておりますので、情報は LINE で発信すれば登録者もさらに増加すると思います。そういった企画情報もマップに入れていただければと思いますが、考えを伺います。都市整備課長、山形健一郎君。ただいまのご質問にお答えします。マップの作成の検討とともに、イベント的情報につきましては町のホームページや LINE により積極的に発信してまいりたいと考えております。以上です。鮫田洋平君。そういったちょっとしたイベントがあると子どもたちにも大変喜ばれると思いますので、ぜひ検討していただきたいと思います。またこういったマップもそうですが、町ではいろいろなパンフレットなどを作って町の PR をしていただいております。そういったものも含め、作って満足にならないよう活用方法まで考え検討していただきたいと思います。それでは次のカッコさんの質問に移ります。カッコさん、2020東京オリンピックから競技種目になったスケートボードや BMX など若者に人気が上昇しており、競技人口も増加しております。町内の特に若い世代の方から藤川町にスケートボードや BMX ができる公園の整備を望む声を耳にします。現に生き生きスポーツ公園の駐車場を利用しているグループもおり、練習に励んでいる姿を何度も見かけております。また少し前ですが、県では各自治体への普及のきっかけとなるよう、小瀬スポーツ公園にモデルケースとしてスケートボード優先エリアを整備しました。県でも推奨している事業であります。そこで藤川町にスケートボード BMX パークの新設を提案いたしますが、当局の考えをお伺いします。議長、都市整備課長。都市整備課長、山形健一郎君。ただいまのご質問にお答えします。スケートボードや BMX の人気が高まり、町内の公園駐車場等で練習している方々がいることは認識しております。しかし、本来の練習場所ではないことから、一般利用者との間で安全面等のトラブルが生じることが考えられることや、今後、競技人口の増加が見込まれることから、利用できる場所の提供について、既存の公園や現在整備中の公園も含め検討してまいりたいと考えております。以上です。鮫田洋平君。県内では小瀬スポーツ公園に続き、北斗市にもスケートボードができる施設整備が始まっています。遅れを取ってしまいましたが、早急に検討していただき、早い時期での設置を願っております。再質問です。全国の同じような施設を調べてみますと、廃校になった学校の屋内運動場、いわゆる体育館を改修し、全転校型の施設もあります。町内にも廃校になった学校がいくつかあり、利用頻度を調べてみますとあまり利用されていないのが現状です。こういった施設も視野に入れて検討したらよいと思いますが、考えをお伺いいたします。生涯学習課長。生涯学習課長、井上誠君。
ただいまのご質問にお答えいたします。廃校になった学校体育館をスケートボードや BMX に利用するには専用の設備の床面への固定が必要となります。そのため体育館の用途変更の手続きが必要となるとともに、近隣住民に対する騒音問題、避難所としての役割に対する影響などいくつかの課題がございます。また現状学校行事などで学校体育館が一般に開放できないときには、廃校になった体育館もスポーツ少年団やスポーツ協会専門部等が利用しております。こうしたことから、これらの課題に対し調査研究してまいりたいと考えております。以上でございます。冷めた陽平君、いろいろな課題があることを理解いたしました。スケートボードの種目にはパークとストリートがあるそうです。こういった種目に合わせた設備も検討材料に入れていただき、パーク設置の検討の中で参考にし研究していただければと思います。それでは質問事項3、第2次総合計画についての質問に移ります。1、第2次総合計画は平成30年度から令和7年度までの8年間の計画となっております。 PDCA サイクルの観点から実行し評価しして改善をし、総合計画に沿った調整運営が行われていることは存じております。しかしこの計画も前期計画が終わり折り返し地点となりました。総合計画は町の将来の指針であり、我々議会また議員は総合計画に沿って計画が順調に進んでいるかチェックし、目的の達成のために政策提言や提案を行うことも務めです。今計画も今年度から後期計画に入り、望月町長の任期中はこの計画で進めていかなければならないと思いますが、望月町政になり半年が経過する中で町長の政策を反映させた計画に見直す必要があると思いますが、考えを伺います。町長望月俊樹君。ただいまのご質問にお答えいたします。総合計画は本町のまちづくりにおける羅針盤であり最上位計画です。本計画の策定にあたりましては、平成29年度に町民意識調査を実施し、町民のニーズの把握に努めるとともに、町内15地区において寄り合いワークショップを開催し、地域の課題やその課題の解決策を地域住民の皆様と共に考え、計画を策定したということでございます。こうした中、全体の8年間の中の前期の4年間が経過したことから、現在進捗状況の取りまとめを行っているところでございます。今後はですね、進捗状況の結果をもとに私が掲げる公約との整合性を図りながら必要な見直しを行ってまいりたいと考えております。以上でございます。冷めた陽平君。後期計画には町長の政策が反映された計画に見合わされるということで安心しました。藤川町をさらに発展していただけるよう期待しております。また我々も計画が進むよう切磋琢磨し、より良いまちづくりを考えていきたいと思います。それでは質問事項4、
道の駅藤川のアクセスについての質問に移ります。括弧1、中部横断自動車道は令和3年8月に双葉新清水間が全線開通となり、自動車道の利用者は増加しております。静岡方面へ向かう上り線から道の駅藤川に立ち寄る場合、一度一般道に出なければ利用できません。道の駅白根では一時退出のサービスがあり、料金は据え置き措置されております。道の駅藤川は令和4年に地元の材料を使用したバームクーヘン専門店バームアルラがオープンし、大変盛況と聞いております。またいろいろなイベントを開催し、集約に努めていただいており、日本でも指折りの道の駅となっています。また地域の方の協力もあり、毎日新鮮な野菜や季節の果物などの出店もあり、地域の方からも愛される施設となっております。株式会社宇治川の社長をはじめ関係各位には敬意を払いたいと思います。そこで道の駅藤川にも同様のサービスが可能となれば、道の駅の利用者がさらに増加し、さらなる集約につながると思います。株式会社藤川でも毎年ネクスコ中日本や国交省へ要望していただいておりますが、町としてもネクスコ中日本に要望する考えがあるかお伺いいたします。産業振興課長遠藤悦美さん。それではただいまのご質問にお答えいたします。道の駅白根の一時退出のサービスは ETC2.0 搭載車を対象に、高速道路を降りて休憩施設の道の駅に立ち寄り、3時間以内に再進入した場合であれば、高速道路を降りずに利用した場合と同じ料金で継続利用ができる利用設定のことで、賢い料金と言われているものであります。これはサービスエリアなどの休憩施設の間隔がおおむね25キロ以上離れている区間を減らすことを目的に、社会実験として国道の道の駅23箇所を対象に行われており、県内では道の駅白根がこの社会実験の対象となっております。町では本年3月に国土交通省に対しまして、道の駅藤川における賢い料金の実施および中部横断自動車道上り線とのアクセス強化のための整備等について要望をしたところであります。また道の駅藤川でも毎年ネクスコ中日本道に対しまして、賢い料金の早期導入を要望しているところであります。なお国土交通省が本年度新規事業としまして、道の駅藤川の北側の土地に駐車スペース増設や連絡橋の整備を行うことから、道の駅藤川の利用者の増加などがさらに期待できるところであります。こうしたことから、社会実験中であります賢い料金が今後本格実施された場合には、道の駅藤川を指定していただけるよう、引き続き国やネクスコ中日本に要望をしてまいりたいと考えております。以上。冷めた陽平君。おそらく現段階では条件的な部分で厳しいかとは思いますが、
多くの方に富士川町に立ち寄っていただけるよう引き続きの要望活動をお願いいたします。再質問です。先ほど答弁の中に駐車場整備とありましたが、場所など現時点で分かる範囲で構いませんので概要をお伺いいたします。町長望月俊樹君。はい、ただいまの再質問にお答えいたします。本年3月ですね、先ほど賢い料金の要望をしたときにですね、打ち合わせをさせていただきました。まだ場所の方はですね、しっかりと公表できる状況ではありませんが、道の駅富士川に連結する連絡橋をですね、設置いたしまして、その新しい駐車場というのをですね、設置していく方針でございます。また順次ですね、打ち合わせが進んで概要が表に出てきたらですね、しっかりと議会の方にも報告をいたしながら、さらに道の駅富士川周辺がですね、活気あるそのこの地域のランドマークになるよう努力をしていきたいというふうに思っております。以上でございます。鮫田陽平君。ぜひいろんなものが決まり次第、議会の方にも報告していただきたいと思います。イベント開催時など駐車場も不足している状況ですので、国交省と連携し有効的な駐車場となるようお願いいたします。東部開発は富士川町の玄関口ですので、しっかり整備していただき、道の駅だけでなくさらに町内に呼び込めるように各課とも連携しながら進めていただきたいと思います。今回の一般質問は冒頭にも言いましたが、富士川町の未来を語ろう活性化プロジェクトの参加者からの意見や町民の意見をもとに質問させていただきました。人口を増やすことはとても難しいことだと思います。まずは既存の施設など町の資源を有効活用し、多くの方に富士川町の魅力を感じていただき、交流人口を増やす中でこの町に住み続けたい、この町に住んでみたいと思ってもらえるような町づくりをしていきたいと思います。今後も富士川町が大きく発展し、富士川町民でよかったとみんなが思える町になるよう、この議場におられる おられます皆様と、また町民の皆様とともにみんなでいいアイデアを出し合いながら富士川町を作っていきたいと思います。以上で私の一般質問を終わります。以上で通告1番11番鮫田陽平君の一般質問を終わります。続いて通告2